皆さん、あれですか、ニック鈴木。そうですね、これもすごいよ、これ。それも全部チタンなんですよ。角、ね、棒をこう溶接してもらって、角棒をねじってもらってるんですよ。これ総額いくらするんですか。40万。早速贅沢使いしていきますか。はい、いいですよ。お疲れ様です。ありがとう。はい、またやってまいりました。ニック鈴木が集まる会社。あ、しまった、約束のもん持ってきてないし。あ、忘れちゃった。ミオが作っとったわ。いや、あいつインフルになっちゃって。あ、お邪魔します。よろしくお願いします。すいません、社長。よろしくお願いします。すいません、はい、なんでバリオなんですか。この生地が好きで、はい、このバリスティックのバリから取ってバリオ。時計もめちゃくちゃいいの。いや、まあまあ、それはあるお仕事何されてるんですか。あ、トビです。もうやめたく、何で使って。いやいや、全然社畜なんで。社畜じゃないですか。会社やられてるってことですか。いや、全然会社員で。はい。そんなこれ40万とか何十万とか買えないでしょ。まあ、これも、え、あれじゃない。社長、持ってますね。持ってます。持ってます。皆さん、あれですか、ニック鈴木。そうですね。一人パンチパーマじゃないですか。ありがとうございます。もしよかったら、ちょっと皆さん紹介してくれたら。あ、また怪しい感じもあるね。塗り替えどうぞ。知ってますか。いや、もう大ファンです。知ってます。ありがとうございます。社長の僕1個上ですよ。あ、マジです。マスク取ってもらっていいですか。めっちゃ若いじゃん。若いやん。どこから来たんですか。大阪です。大阪から。市内です。ついさっきまで見ましたけどね。こいつも大阪から今もう半日終わらせて今大阪行ってますか。そうです。昨日の夜から来て、そうです。今日ほんでなんか今日急に行けませんとか言い出したんですよ、社長。お前それ行かんだろうとか言って。お前俺らが頼んで呼んでもらってたのに、お前まずいぞとか言って。まあいかんせん僕がニックとも全くわかんないさ。一番興味がないから。そうですよね。取ってきますよ。これ全部ニックスですか。ちょっと紹介していただけると。ちょっとお前言ってよ。俺もちょっとほんと分かんないけど、情熱がさ、ただ茶化すしかできない。了解です。最近ニックスの緑に使っている方が株式会社ゴーアップ。ゴーアップでしょ。なんか、まあ、下請けで会社で親方でやってるんでしょ。はい。ちなみに職種がエアコンですね。エアコンの、はい、やってます。あ、これ外壁塗装とかなんで。違う、これ誰の当てたやつか。あ、そうそうそう、ぜひ。なんとか最高とか言われて。篠原最高って、AKB。 篠原最高って何ですか。あ、ニックス社長。あ、もう惚れてんだ。これもすごいよ、これ。メイドみたいな感じ。メイドの志みたいな。メイド、どういう意味なんですか。邪気を振り払い。あー、そういうことだ。お仕事は何ですか。俺、外壁です。外壁っていうのはあのサイリングとか、あ、ALC とか、はい、ちなみに見て外壁ストーブ、サッシヤ、サッシヤ、サッシヤ、これ使ってます？ちょこちょこ使ってます。あ、あんまり使いたくない。あんまりそうですね。あんまりしたくないね。え、もうみんなもうそこになんだね。業種によって使ってるものが全然違うんですね。あ、ちょっと紹介してくださいよ。ペンドライバーとか。なんなのこれ？ステッカーみたいな。水圧塗装した。あ？水圧転写って言ってまた。ペタッつって。一回これをばらして水の上にこの模様を浮かすんですよ。そこにつけて貼るんだ。はい、この綺麗に貼れるんですか。あ、業者に頼んだんだ。買ってる。高いんですか。そうです、1万円ぐらい。普通で純正で買ったらいくらですか。カバーだけしか売ってないんで。あ、そう、カバーだけで別で1万円。本体価格ですね。これ使うんですか、使わないの。それは簡単ですね。簡単です。大きく違うのが業種によってそのフルハーネスにつける、うん、つけないが。フルハーネスつけとる。これ現場で使ってるんですか。あ、またあれ。もっと出てくださいよ。これも入れてんな。これいくらするんですか。まあ、これそんなしないですね。これ何屋さんですか。私はバンキー屋根屋です。あ、バンキー。こんなパンチパーマの屋根屋。怖いでしょ。いや、危ないです。これ普段使われるんですか。そうですね、使いますね。結構バリスティックとレザーの2種でやってます。そういうこと。
これ総額いくらくらいですか？40万。マジっすか。向こうの方がすごいです。これ社長か。社長。現場用こっちです。これが現場用。これ現場用です。これ現場、これなんか工房みたいなのも。警察が持ってるんじゃないの？違うよ、ちゃんとエアコンの。あ、本当ちゃんと使うやつだ。それもでもニックスのケースなんで、ちょっと悪い子がいたら。これ安いやつですかね。ちょっと、これちょうどいいやつ。なんかこれ1本いくらするんですか？これ1万8000円ぐらい。ニックスの？これはそんな高くないですね。全然わからんじゃん。全然わからん。建設じゃないし。黄色はこれ総額いくらしてるんですか？だけど俺コメント欄に書いてあったもんな、あんまカンカン言うなってお前ひんやねんなって書かれたからこれいくらするんですか？黄色がやっぱ限定？いや違います。そうじゃないですよ。もういろいろ巻いたり、うん、これ新しく、うん、それはもうないやつですね。あ、3段なんですよ。4段なんですよ。それ特注で作ってもらうんですか？そうです。腰袋だけでいくらするんですか？これは10万オーバー。10万オーバー？これだけで10万オーバー。すげえな。はい、みんなバリオさんを知っとるんですか？有名。Google で、うん、あのトビコシオグで検索するとバリオさんのやつ出てきます。バリオって書いてあるもんね。もう現場行ったらもう分かるね。もう一発。あ、バリオだ。一発です。これ何ですか？ガセ？はい。トランドハンマー叩けんじゃないですか？いや、ここで引っ叩いてこれが潰れたらまたここだけを変えて。あ、変え取るんですか？普通の鉄じゃないね。から削り出してるんですよ。これはチタンかなんかで軽いやつですね。はい、これめちゃめちゃ高いんだよ。3、4万がしょ。手が軽いんだよ。ちょっと想像超えるぐらい軽いっていう。本当に軽いですよ。めちゃめちゃ軽いです。本当だよ。でしょ。すげえわ。すげえわ。チタンだね。でこれ現場に置いとくと盗まれちゃうからね。ね。神焼き工、木工店。神焼き工店。神焼き工店。竹さんがよく買ってるって言ったところの店長さんに頼んでちょっとつてで作ってもらったんですけども。あ、マジですか。もともとは竹さんが使ってるトップなんですよ、はい、母体は。それをぶった切って要は角棒をこう溶接してもらって角棒をねじってもらってるんですよね。これはねじるのは持ちやすいよね。滑り止めでやっぱ結局雨で濡れたりすると。あ、そういうことですね。滑りやすいじゃないですか、はい。今持った時にあ重いなってただ思うと思うんですけど、はい、いや振り子がなるんで、はい、クランプが締めやすいんですよ。マジですか、はい。まあ、重量を使って締めるみたいな。バリスティックってデスレに強くてこれ、はい、いいんですけどもこれが全体的にこう柔らかいんですよ ね、 そうですね、うん、で小林社長分かると思うんですけど、うん、鉄骨叩く時って 1.8 ぐらいのハンマーをここに入れるじゃないですか。あ、そうですね、大きいやつ入れるんですね。そう、ここがこうしなるんですよね、はい、それが嫌で特注なんですけど、はい、その腰袋。腰袋特注？これ特注です。腰袋が、ちょっとこれ背についてる。俺がちょっと今日はカメラマンちょっとね、腰袋が特注？ずーっとニックスの社長にお願いして、やっと OK 出たんですけども、はい、ここ一面にチタンプレート入れてるんですよ。マジですか？こういう、いやそれちょっともう値段はって感じぐらいのこのレベルです。マジ？チタンプレート軽いやつか。そうです。ハンマー入れても要はよれないんですよ、形が。基本的にだからハンマー入れたりとか手袋ぐらいしか入れないじゃないですか。そういうことで、うん、だぶっちゃけ別にここが2段なくてもいいんですよね、我々って。ああ、そういうことですね。これが多分トビーに特化してるんですよ。1段ここの店長さんに譲ってもらったんですよ。しかもこれ中があれだもんね。あ、なんかなんだこれ、なんかやべえもんね。あれじゃないですか、インスタ用じゃない。しかもまあまあ10個ぐらい入ってるよこれ。照明が仕事してないでしょあなた。これ何ですか？いや、これ角度がもう絶妙じゃんこれ。もうアメリカの人殺せいますよね。この角度見て、こんなの人殺せよってこれ仕事よこれ。やっぱ極端なんですよ。割れちゃうんでこことか緩んじゃうんですよ、ハンマーで、うんうん、だけど黒炭を入れてこれもう何年か持ってるんで、まあ、本当の大工さんちは柔らかいしなる桑の木とか入れてるんですけど、外交屋さんなんで。外交ってなると、その釘打つ、あの片枠で溶壁組んだりとかするんで。なるほど、高いでしょこれ。これはでもいくらしたっけかな、4、5万ですけど、で買ったけど、今なんかメルカリとかで見ると新しいので16万とか出てるんですよ。あ、マジ？これちょっと解説してくださいよ。違うタイプ。この辺とかにみんなこれプレートつけてるのって、うん、始まりはここのプレートなんですけども、はい、こう背負った時にここが寂しいと、
何かをつけたいっていうので彼が考えたんですけども、もともとはい、そう、こうじゃん。おお、あ、確かこれお店やってんの、こういうディレクションってメーカーを一緒にやってる、やってて、あ、一緒に僕頼んだらやってくれるんだ、バリオさんと2人で、はい、これも作れるんだ、これも全部チタンなんです、これもそうですね、僕子供大好きなんで子供なんです、あ、子供の名前の頭文字を取ってるんですよ、これ息子の名前、はい、あ、でそっちがまた息子の名前、娘ですね、娘これいくらぐらい作れるんですか、これは文字にもよってなんですけども、うん、鉄もなんか上がったりとかいろいろ、あ、そうかそうか、セボンでジャケットどれぐらいだよみたいな、2万5千円から3万5千円ぐらいとか、でこのプレートもらえれば、名前とちょっとお前も作れよじゃあ、でもプレートだもんね、嫌いでもいいんだね、こうフックになってるんで、あ、で、あ、そのままシュッと入れれるんだ、はい、そうですね、こちらもそうですね、それちっちゃいやつが1個いくらぐらいですか、1セットで2万5千円からですね、からです、からです、からです、自信持ってやっちゃってるもんで、似たようなのを出してくる人いるんですけど、おるんだ、いますけど、やっぱ安売りはしないっていう、ああそういうことだ、安いやつはもおるんだ、本当に好きな人にしか売りたくないような感じで、そういうことだ、まあ、そうだそうだね、こだわりますよ、はい、やっぱりみんなめちゃくちゃこだわってんな、とりあえずあといじってないと思ったら終わる、この方みんなとちょっと畑違いの仕事なんですよ、うんうん、物流の仕分けで、うんうん、急いでるからいちいち取りに行っとったら話にならへんから、うん、とりあえず腰道具しょう思って、で普通の安い腰道具つけてたんですけど、はい、壊れたりとか外れたりしてて、はい、やつないかな思って見てたんです、ほんならバーンって動画でニックスがバーって入って、あ、これめっちゃいけるわ、かっこええなぁ思って、うん、でこれで大体7万ちょいぐらい、うわ、高っ、あんま見ないですね、建設業以外で、あ、多分6ぐらいやと思います、ね、あ、そうですか、僕の予想です、うん、足早さんかなっていう道具です、この方は、おー、職種は、あ、足場やってます、あ、そうだ、ハンマー持ってるしね、はい、戸建てとかやるんですか、一応今一般住宅、そうです、これつけとれるんでしょ、いや全然つけてますね、後ろにいないかつけとるじゃないですか、つけとるじゃないですか、だけど戸建てだとつけれんだろう、邪魔になるな、狭いところ、体の使い方、ああ、さすがだね、すいません、プロみたいな、普段からこれ使って使ってますね、ちゃんと使ってますね、ちゃんと使ってますね、この味がすごくいい、ああそうだよね、この皮の感じがね、うん、いくらぐらいしたんですか、20万ぐらいは20万ですかね、20万、ここに穴が開いてるからこういうところにビス打って自分でアイデアで作ったんですよ、こういうところにつけといたんだよね、いやーすごい、これはすごい、あ、いやいやいや、これ俺つけたら、じゃあ俺ニックス社長に怒られるわ、いや、これじゃないと仕事してねえのに、お前つけんじゃねえよ、一回会社の紹介ちょっとバンバンと2人で、はい、株式会社ガープの加藤と申します、普段エアコン工事をやってます、ご視聴よろしければお電話ください、お願いします、ニックス、売れ行きはどうですか、もう売れてますね、あ、結構みんな来てくれて、はい、いつ何時から何時までやってんですか、11時から夜の7時までです、11時から夜の7時まで、7時まで、で電話してなんかあれあるこれあるとか、あ、でも全然大丈夫で、インスタとかそういうので載せてるんですか、商品とか、はい、載せてます、はい、インスタとかフォローしてもらえれば、また貼っときますんで、はい、ぜひお願いします、どうしてもらってください、これこういうやつ、スタンプレート、ね、スタンプレート、はい、こういうのもできますかっていうのも対応しますよって、ね、あ、そうですね、で、はい、バリオさんと一緒にやってますね、やってます、でもインスタやってますね、やってます、はい、また貼ってきますんでそちらの方も声かけしてください、ちょっと値段はねなんか怪しい感じだったでちょっとなんか特別になんかいろいろ用意してくれたってことで、社長もバリオさんも含め、これは何ですか、一色武さんにぜひ組んでもらって、はい、多分ニックスって揃わないんですよね、前回動画であったように、はい、なので始める人に対してこれでっていう感じで、はい、もう組み上がった感じでこれ揃えてくれたってことですね、はい、請求書うちに来ないですかね、あ大丈夫ですか、総額いくらですか、ちなみに多分15から40ぐらいにはなってるね、でこれをまあ竹に作ってもらってどうするんですか、これをそのまま販売します、販売、はい、いいよお前、なんかお前ちょっと飲んだよお前じゃあ、まあ、あれやだこれやだもっといいのつけさせろ買うやつおる、いやもう好きなら
おるんだ。そうなんで、それつけて現場行けるんですよ。仕様はどうすればいい？竹さんに組んでもらうんで、飛び仕様っていう感じで考えて揃えてあるので、はい、じゃあ飛び向けの、はい、なるほど、はい、みんな大好きショルダーパッド11枚用意してマリオスタイル、マリオスタイル。これ1本いくらするんですか？1万円ちょっと。それ1万円だよ。11枚つけてるのバリオさんしかいないですからね。2人目ができるって。11枚いや、これだけで11枚ってことでしょ。そうです、はい。買ってくれたら道具取りに来たよ。飯ぐらい奢ってくれやいいかね、酒たらみ飲ましてくれたらあ、遊びに行きたいな。逆に連れてってもらいたい。連れてってくれよ。早速どうします？どういうふうに行きましょう。あとはもうここはまあこれぐらいあればっていう感じで揃えたので、こちら、はい、あとはタケさんが思うように組んでもらって構いません、はい。ただ飛び職って社長も昔動画で言ってましたけども、はい、足場飛びとか鉄骨飛びじゃなくて全部できての飛びだと思うので、はい、それをオールマイティで使えるような感じで初めてニックスつけて、はい、これ入れてこれで入れてって、あ、できるなっていう感じでイメージして作ってほしいんですよ。なるほど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 。お前いける？面白いですね。いける？お前最高な帰国ですよ。あ、ちょっと面白そうだね。こちらのプレートに関しては全部チタンです。僕の。これ1個ですか？これは5,000円。1万5,000円です。これ1,2,3,4,5,6,9万円です。チェーンに関しては S1 つってステンレスのものです。あ、なるほど。飛び職って外で仕事するので、はい、雨降ってもやるじゃないですか。ってなるとやっぱニッケルとかと下げてくるので。あ、なるほど。あ、これは安いじゃない。2,000円。もうなんか感覚くるとるじゃない。安いって言ってるけど。小林社長、はい、これ昨日店長が他県まで高速で2時間かけてこれだけのために今日の企画のために、はい、な、竹さんが今日かとんずらこいつらやばおめえぞ。分かったぞ、おめえ。面白いですね、この企画。じゃあ早速贅沢使いしていきますか。お願いします。チタン、チタンです。結局ここに一発目入れるのがズレ防止になる。ああ、なるほど。一応これでカラビナとかセフつけるってことで軽く止めときます。料理番組みたいな感じになってますね。このハーネスはどうやってつけてくるんですか？一回しょいますですね。俺の場合これね、でここに来るんですよ。これがで前に来るもんで、こいつが垂れないんですよ。もうこの時点でもう俺もう作り直しですね。実は気づいてたんですけども、あえて言わなかったっていう。意地悪ですね。意地悪です。大体ニックスのそのハーネス使ってる方って言ったら Y ですもんね。はい、そうですね、 Y ですね。 Y だと言ったよね。ラブですか？ラブです。本当ニック好きなんですか？ラブです。ハーネス使ってないけどその Y っていうのは分かってました僕。でこっからが大事。あえてのシノとクリッパー、うん、こっち側にも同じのつけます、はい、なぜかっつったらこのシノ2個持ってる人いるんですよ。曲がりとストレートのもの、うん、鉄骨屋さんとか特にそうだそうですね。このシノも2をなかなか手に入らないから。そうですね。ゴミを受け取るから。ゴミオです。マリオです。ラボです。おたけです。オが最初に来ちゃいました。ちょっと滑っちゃいましたね。辛いだ。スタートのきっかけは何だったんですか？ニックスのきっかけはもともと自分が工具が好きで、はいはいはい、いろんな人の工具が気になったんですよね、うんうんうん、あの人の道具かっこいいなっていう人があったんですよ。はいはいはい、それを見たのがニックスだったんです、はい。まあ、たまたまそれが電気屋さんだったんですよ、設備屋さん。待てよ、これ足場でもこの道具使えるんじゃないの？ちょっといじくり回してたら好きになっちゃいました。なっちゃいますよね、やっぱり。型が崩れない裏にチタンプレート入ってる。ああ、ちょっと触ってみてもいいですか？はい。あ、硬い。すごいです。基本右利きの方の方が多いかなと思うんで、左にまあ、あんまり使わないものを配置して、
ここだったら僕カラビナつけますね。ここにカラビナつけて、そうです、こんな感じですかね。インパクトつけちゃいます。下はセーフにしといてもらって、スケールだったり好きなものを入れてください。で、チーター。チーター。3枚目。これはもうつける人つけない人極端に分かれると思うんですけど、シブクロですね。これをつけていきたいと思います。ちなみに何連でいつもつけます。僕は2連ですかね。この余白の部分があるんで、その分下に下がってきちゃうんですよ。下にあると、こうなっちゃうんですね。あ、そうですね。今の感じはちょっとダサいポーズになっちゃうんですね。確かに。こんな、いや、ちょっとやらしいです。なんで僕の場合は2連で止めてきます。チーターン。お願いします。チーターン。型崩れしないように、インナーポケット。これもニックスさんのものですよね、はい、こんな腰道具自分で買ったとしたら多分つけない現場に飾るわ。おおよそこのこれだけでどんな切ってんすか今。4枚でもう5枚ですね。あ、5枚で5枚1万5000円ぐらいだから、7万5000円もいってんすか、これこの5枚で。計算早いっすね。はい、ラブレス、ね、ラブ禁止、ラブ禁止です。6枚目のチーターン。基本僕2円の方が多いっすね、うん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 、で強いて言うなら、はい、セフが下に来る場合の時は4連にしてもいいかなって思ってます。で僕の道具見てもらえると分かるんですけど、ロングになってるんですよ。取り出す時が一番分かりやすいです。ああ、上に当たらないですね、うん、それを2連にしてしまうとここにこういくわけですよね。それがすごく嫌でロングにしてます。あ、ここってことですね。そうです。つけるものによってその長さは皆さん調節してみてください。こだわりですね、ここも。そうです。バリオさんならよく耳にしたことがあるんじゃないでしょうかっていうセリフがあるんですけど、はい、ボディショックニックスダメだろとか、ボディショックニックス向いてないだろってよく言われませんでした、はい、ありますね。トビショコスニックスですよね。間違いないです。ニックスさんって電動工具とかの方が向いてるんじゃないかってよく言われると思うんです、うん、なんですけど実はそうでもないのかなって僕は思ってます。こうやって通してますよね。そうです、そうです、そうです。あ、そうやってダルマですごい、こういくんです。あー、はい、なるほど、はいはい、でここは一連ですか。せっかく今回、これのためにステンレスのロゴパイプを揃えたので、ああ、それを並べていくわけですね、はい、贅沢。これさっきのものはこうやってインジが入ってないんですか。純正がこっちですね。あ、本当だ。すごいですね、このこだわり。これ店長ちなみに、はい、ロゴパイプのこのステンは1本おいくらぐらいするんでしょうか。600円おお、一本ですよ。一本ですかね。一組じゃないですか、ね、うん、中に仕込んだロゴが入ってないやつです。この筒の中にもこの筒を入れると。そうです。こだわってますね。ショルダーパッドが1万ちょっとするものですね。それをちょっと贅沢使いしていきたいと思います。また贅沢しちゃうんですか。ふーっと贅沢だな。これってなんか効果はあるんですか。見た目だけですか。めちゃめちゃ効果あります。あ、効果ありますか。僕は使ってないんですけど欲しいなと思って今。めちゃめちゃ柔らかいです。あ、ワッフルみたいです。本当このニコイチがこう使ってますね。あれ昔ニコイチなんてありました。ないんですよ。ですよね。最近ですね。だから僕タイタンを使ってるので、うん、タイタンもパッドがあるじゃないですか。そうですね。ただまあ、タケさんこれ出来上がって背負ってもらえば分かると思いますけどまあ比べ物にならないです。癖になります。全然違います。全然違います。1,2,3,4,5,6,7 限界じゃないですかって今思うじゃないですか。ここが肝なんです。私たちこれ道具つけたまま結構現場で休憩したりするじゃないですか。ちょっと座ったりとか。嘘だろ。これでお尻をやることなんですね。座った時に要はクッションになるんで、これ座布団みたいな感覚です。これが
なかなか手に入らないブラック服ですね、はい、ブラック服です。くぅフックの向きですけど、僕はもうこだわりで、うん、伸びる方をこっちに持ってきてます、はいはいはい、本当はこの形なんですけど、うん、このままつけるとダサいんですよ、うん、そうですね。これを裏に通していきたいと思います。おお、すごい。でも、ケイさん、ちょっとなんか見栄え的に1個足んないんだよな。なんだろうな。ちょっとあれ持ってきて。これですかね。それは何ですか。うわ、すごい。チタンです。チタン。コネクション製です。ぜひ、インスタの方でコネクション。調べていただければ出てくると思うので、はい、じゃあ視聴者の様、視聴者の様、ちょっと言えないもうやめておきますあ、すいません。輝きが違いますね、竹さん。これが要は飛びってなってるんで、こっちですね、こう行きたいんで。はい、僕の場合はいつもつけるときにいつも間違いますね。今僕も間違えてましたね飛びっぽいですね、これ、はあ、おすいません、いただきます。前向いてもらっていいですか。ちょっと前向いて、前見てもかっこいい。いやすごい。店長、これはどうされるんですか。いいの、やめますか、これこれはすごいぐるっとザ・バリスティックって感じですよね。ザ・バリスティック、素晴らしい。いいです。これはかけさせていただきます。このニックスのハンガーに、はい、どうでしょう。すごい、素晴らしい。店長さん、こっち行って。あれはラブです。いや、ラブはいいです。ラブ禁止です。ラブ禁止です。ラブは大丈夫です。やっぱりインスタとか見てても、電気屋さんとか設備屋さんの方が目立つかなーって思いがちですけども、飛びでもこんだけできるぞと。欲しい方は、売ってますんで。ヒーローズレイヤーでお待ちしております。金額は店長と、そうですね。要相談で。要相談ですね。僕のちょっとこだわりポイント、ここです。あえて、通してないんです。おシャンティーに。どうですか。かっこいいっす。いや、これおしゃれですね。ラブです。ラブ禁止いいですよね、ここでこのこだわっていろんなカスタムできるっていうのもニックスの良さだと思います。良さだと思います。なんせこんだけ揃わないんで、なおかつこうやってね、やっぱり塗り替え道場さんで組んでもらうっていうのはなかなかないと思うので、はい、ぜひ、ね、まあ DM なりお店にね、店長さんのアカウントなり、はい、問い合わせをよろしくお願いします。はい、ますじゃあ締めますか。締めますか。はい、今日はニックスの企画に呼んでいただきありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。これからニックスを使っていきたいなって思ってもらえるように、今後もこういう活動を僕らニックス好きでやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さん、ニックス最高です。最高最高、ぜひ買ってください。はい、お買い上げはぜひヒーローズレイヤーさんによろしくお願いします。じゃあ皆さん、また見てー。